すごい、ありがとうございますと。すごいな、いうことです。めちゃめちゃ理想的じゃないですか、もうすごいですね。その結果やっぱ成績上がって志望校に合格するとか夢が叶えられることがやっぱすごく大事だと思ってるんで、そっちが最終的な目的ですよね。武田塾チャンネル。もう12月か、年末か、ね、最後の追い込みの時間ですね。もう、はい、みんな焦ってますね、うん、はい、だもね、最後だからこそ後悔ないようにね、はい、しっかりやりきって、はい、もう完全燃焼して受験を終わらせてほしいですよね。そうですね、僕もここから逆転したんで、うん、まだみんな諦めないよ、はい、そうですね、はい、ぜひ。でもしね、最後何やるか悩んでるようであれば、うん、ぜひ相談してもらえればと思いますので、はい、そんな受験生の相談に答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。野上先生、はい、今回の質問はですか。今回の質問はですね、うん、シスタントスクランブルとポレポレを、ずっとやっていたら、うんうん、夏休み明けてから、前頭で偏差値が75以上キープできるようになりましたと。すごい、うん、おー、また、武田塾さんがおすすめしている他の参考書もやりまくって、うん、早慶 A 判定出るようになりましたと。すごい、すごいね。そして、うん、先日推薦で早稲田決まりましたのでご報告します。すごい、ありがとうございますと。すごいな、いうことです。めちゃめちゃ理想的じゃないですか、もうすごいですね。もう一般でも受かりそうなぐらいまで行って、うん、最終的に推薦で受かったと。わあ、おめでとう、ありがとうございます。よかったね。そうか、こういう報告はね、どんどん欲しいですね。嬉しいですね、うん、武田塾の塾生じゃなくてもね、やっぱその武田塾のサイトとか参考にしてくれて、ね、それでまあ結局自分で頑張ってくれた結果、今回勝ち取るだけでね、素晴らしいですね。いいですね。いや、こういう人が全国に増えてほしいですね。どんどん増やしていきましょう。そう、まあ ね、もちろん武田塾に入ってくれる人が増えてくれるのもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、だから結局やっぱでも武田塾に入ろうが武田塾の塾生じゃなかろうが、やっぱその自分の勉強方法を確立してね、はい、やっぱその成績上げて自分の夢を叶えるとになってくれるのがね、やっぱ一番いいかなというふうに思うんですよ。そうですよね。結局武田塾って手段じゃないですか、うんうんうん、目的じゃないじゃないですか。武田塾に入ること、はい、もしくは武田塾の勉強方法を参考にする、予備校でもに入ることでも同じなんだけど、はい、その結果やっぱ成績上がって志望校に合格するとか夢が叶えられることがやっぱすごく大事だと思ってるんで、そっちが最終的な目的ですよね。だからね、こういった形でちゃんと自分の目標を、ね、達成して結果出すことができたっていうね、はい、これはやっぱり一番素晴らしいことだと思うんで、はい、本当におめでとうございます。はい、うん、ぜひね、大学生活を楽しんで、いただいて、ね、はい、もしね、なんなら武田塾早稲田行くときにね、ちょっと早稲田行かれましたって報告ね、塾生になっても全然報告お待ちしておりますので、ジャーメンに来てくれればいいんじゃないか、はい、はい、うん、事前に連絡いただければ多分、ね、自分とかね、他の天海さんとか、そうですね、ちょっとさえ山部先生とかもね、うん、会う機会が作れるかなとは思いますので、よかったらね、はい、ちょっと遊びに来てくれると嬉しいかなっていう感じです。おいで、はい、はい、では質問は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。